5月6日、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、王者井上尚弥が WBC 1位の指名挑戦者ルイス・ネリに6回1分22秒 TKO 勝ちした。この試合を見た海外のボクサー、関係者、本人たちの様々な反応をまとめた。ティモシー・ブラッドリー、以前から井上を絶賛している元2階級制覇王者は、レースポーツ専門局 ESPN のストリーミングチャンネルでこの試合の解説を務めた。ブラッドリー氏は、井上と対戦したら彼のスピード、パワー、正確さを相手にするのだからディフェンスがバッチリじゃないといけない。ネリはパンチに耐えているけど、これがいつまで続けられるかな、それが問題だと語り、 TKO 直前から目を見開き、この試合はもうすぐ終わるぞ、ネリはこんなパンチを何度も受け続けられないとまくし立てた。井上の挑発シーンにはハハハハと思わず爆笑。試合後には、もう今の時点で殿堂入りは確実だ、フェザー級も制覇したら歴代最高の選手になれると絶賛した。ジョー・テシトーレ、ブラッドリーの横で実況を務めたジョー・テシトーレ氏は、4ラウンド井上が挑発する姿を見て、見てください、派手に見せびらかして誘い込んでから強打を打ち込みましたと驚きの声を上げる。そして決着の瞬間、右が決まった、ネリが崩れ落ちた、そしてモンスターが吠えた、またやってのけました。満員の東京ドームの期待をはるかに上回ってみせましたと絶叫した。試合終了後、テシトーレ氏は、我々は常にボクシングで偉大という言葉の使い方には気をつけています、しかし皆さん、あなたたちは今史上最高の選手の一人を目撃しているのですよと改めてモンスターの価値を強調。疑いなど何もない、4団体統一王者が価値ある挑戦者をまたしても破壊してしまいましたと手放しで賛辞を並べた。ジョン・ディル・カシメロ、3階級制覇王者で、かつて井上と対戦が決定しながら実現しなかったカシメロは、この一戦を観戦した様子を配信、ネット上でもその様子が話題になっていた。初回、井上がダウンを喫した瞬間には声を上げて大喜び、指さして笑顔を作るなど大はしゃぎだった。しかし2ラウンド目で井上がダウンを奪い返したと見られる場面では、首を振って苦笑い、決着の付近ではグッジョブ、ネリと英語で語っていたが、当初の勢いはなく、意気消沈した様子すら見えるようだった。テディ・アトラス、これまでマイク・タイソンを指導した経験もあり、数々の世界王者を育ててきた米国の名トレーナー、テディ・アトラス氏は、米ボクシングポッドキャスト番組ザ・ファイト・ウィズ・テディ・アトラスで、彼は我々に今まで見せてこなかったものを見せたと注目し、王者のように戦うだけでなく王者のような振る舞いもした、ダウンを喫した後に王者のように振る舞ったのだと、試合では自身初となったダウン後の戦い方に目を見張った。動画内では井上のテクニック、距離をコントロールする能力、カウンターパンチ、ボディーパンチ、フィニッシュ力を絶賛。なぜ彼がこれほど優れているか、それは他の選手たちには見えないものが見えているからだよと分析し、こう続けた。井上はクロフォードと同じように、他の選手が見えないものが見えている、パンチを当てるのに一つの方法しか見えないようでも、彼には10の方法が見えている、ターミネーターのようにね、それを実際のスピードでやっているんだ、みんなができることではないぞ。その上でネリを TKO した最後のシーンについて言及、フィニッシュのパンチは美しかった、正確無比で賢くもあった、知識に基づいたパンチだったんだよ、彼にはどこに打ち込めるかが見えるビジョンがあるからなんだと賛辞を送った。これまでも井上の能力を絶賛してきたアトラス氏、その中でもネリ戦の戦いぶりは一目置く内容だったようだ。テレンス・クロフォード、最近よく井上とどちらがパウンド・フォー・パウンド1位かの論争が行われる世界3階級制覇王者クロフォードは、この試合後アルシェイクのポストに反応、アルシェイクは井上が1位となっているパウンド・フォー・パウンドランキングの画像を載せ、井上は素晴らしいボクサーだが、パウンド・フォー・パウンドではクロフォードがナンバーワンだ、ランキングの仕組みや明確な基準があるのかどうかはわからないが、個人的な意見や不正確な点がいくつかあるようだ、ボクシングには透明性と信頼性を持って評価できる組織が必要だと私は信じています、近いうちにそのプロジェクトをサポートするつもりですとポスト。これにクロフォードは、口に指を当てる絵文字と、わかるやつにはわかるさとポスト。ちなみにこの画像のランキングはリング氏のパウンド・フォー・パウンドランキングではなく、順位の精度には疑問が残るものだ。スティーブン・フルトン、昨年7月、
同級転校初戦だった井上に8回 TKO 負けしたスティーブン・フルトンは試合中から X で、井上は調子が出てきたと反応。決着後には、あれは良かった、再戦のために力を手に入れるのが待ちきれないと再戦を希望する投稿をしていた。フルトンは同級2団体統一王者だった昨年7月、井上と対戦して8回 TKO 負け、プロ初黒星で2つのベルトを失っている。6月15日にフェザー級で再起戦を行うと米メディアが報じており、 WBA 世界同級2位のフルトン VS 同級6位ルイス・ヌニエスとなるという。6月1日に試合を控える WBA 世界同級王者レーモンド・フォードが防衛に成功すれば王座を返上する見込みとのこと。返上すればフルトン・ヌニエス戦が王座決定戦に昇格する可能性もある。ルイス・ネリ、敗れたネリは病院に直行したため会見などは行われなかったが、一夜明けて米専門メディアボクシングシーン・コムのインタビューに応じている。実際に戦ってみての井上の印象については、ああ彼はとても優れているとコメント。一方で、彼はそれほど強いわけではないが、信じられないほどのスピードを持っている。それでも俺は未だに彼が世界で最高の選手ではないと思っている。パウンド・フォー・パウンドのベストではないと強がりとも思える発言もしている。奪ったダウンについては、ああもう終わりだと思ったと勝利を確信したという。しかし仕留めきれず、その後逆転負け。自分の中にあまりパワーを感じなかった、だから何が起こったのか把握してビデオを見なければならないと当時を嘆きながらも振り返っている。井上がやったことは私と向き合い始め、私の頭に入ってきて試合を変え動き回り始めたことだと思うと、チャンピオンの冷静な戦いぶりを表現していた。ただ井上の実力を認めているのは間違いなさそうだ。彼はおそらく126フェザー級、130スーパーフェザー級まで上げるだろう。全ては相手次第だ。間違いなく彼はあの階級でも何かを成し遂げられるし、そこに上がることができると断言。拳を交えて感じた可能性を言葉に表した。そしてもし自分の評価が上がっているなら、それを利用して次戦ではもっとよく見えるようにしなければならない。122スーパーバンタム級が126フェザー級で統一を果たしたいと語っている。 X ではアディオス122と投稿、さらに拳を突き合わせる絵文字とともに126とも記し、転向を示唆するような内容だった。またインスタグラムでは、俺たちはまだ最後まで諦めない、つまりここで終わりではない、俺はもっとインテリジェンスにもっと強くなって帰ってくる、メキシコ万歳と綴り再起を宣言している。ネリもまたフルトンと同じく階級を上げるようだが、井上との再戦はあるのだろうか。病院に直行し試合のダメージが心配されたネリだが、翌日ディズニーランドに訪れている様子をインスタグラムに投稿している。井上尚弥、井上は試合翌日、昨日無事に東京ドーム決戦が終わりました。映像を見直して1ラウンド目のダウンを含め6ラウンドをしっかりと見ました。内容的にも満足というか、すごく良い試合だったなと。陣営の方々はヒヤヒヤとしたと思いますが、昨日来ていただいた4万人のお客さん、全ての方が満足していただけたと思う。昨日は本当に自分自身歴史に残る試合と振り返った。また東京ドームの試合というのもあるし、初のダウンもあった。ダウンが悔しいとかどうとかはなくて、この出来事自体が自分をハイテンションにさせてしまった。すごく楽しかった。あの注目度の中で東京ドームの試合というのも全て含め意味がある試合だったと感慨深げに口にした。今後については、大橋ジム30年の年に東京ドームの試合ができた。ただ大橋ジムとしても井上尚弥としても、これが集大成ではない。今後のキャリアを加速させる一戦だと思っている。ここから熱い試合を繰り広げたいと思う。期待してもらいたいと言葉に力を込めていた。